皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう国会議員の所得ランキングでここ2年連続で2位にランクインしているのが参議院議員の元栄太一郎氏44自民党だ弁護士資格を持つもと 坂江氏は代表弁護士を務める弁護士法人法律事務所、オーセンス以下、オーセンス学士の貯金をしていたんだと理解できます。ただ当時は少年心ながらぼんやり、いい大学を出ていい会社に入るのと生活の豊かさはリンクしないのか。将来は自由業に就きたいなと思っていました。小中高を公立で過ごした元坂江氏は、 現役で慶応大学法学部に進学。大学2年の2月に。その後の人生を変えるピンチが訪れる。これから始めるバイト代を当てにして、初費用込み100万円ぐらいで、10年落ちの中古のフォルクスワーゲンをローンで買ったんです。事件は納車からわずか2週間後に起こりました。ひもんや東京。 目黒あたりで重列駐車していた車を発進させようとしたら、僕の後方不注意で、後ろから走ってきた車と物損事故を起こしてしまったんです。向こうが少し先に行って止まり、僕も降りて、向こうの傷を見たとき、やってしまったという思いがこみ上げてきて、膝から崩れ落ちました。相手、とある信用金庫の福祉店長が乗った車用車で、 すぐに相手方の保険会社の時短交渉担当から修理代は50万円です。そちらの過失ですから全額払ってくださいと連絡がありましたところが車の購入時に数万円の支出をけちり任意保険に加入していなかった。両親に金銭的援助を求める過程ではなかったことと承認を取らずに車を買ってしまった後ろめたさもあり自分で何とかしようと 元坂江氏は、ある行動に出た相手は名のある金融機関の役職者です。直接謝罪に行けば、寛大な判断で許してくれるのではという甘い考えで弁の立つサークルの先輩に付き添ってもらい、法律で困っているユーザーと弁護士をつなぐための法律相談サイト弁護士 .com を主な事業とする弁護士 .com 株式会社、 以下信用金庫を訪ねましたカウンター裏の応接室に通され入ってきた副支店長さんに謝罪とともに50万円も払うのはご勘弁いただけませんかと突然ベランメイク長になってこうおっしゃったんですお前らみたいなガキがわざわざこんなところまで来てふざけんな言われた通りに全額払ってりゃいいんだもちろん浅はかな行動に出た僕が悪いんですが有料企業で 立場のある人がカウンターのすぐ裏でこんな怒鳴り声を発する姿に大人の二面性を感じ大きなショックを受けてうつってもなくなり保険会社からの電話にもイルスを使って現実逃避をしていました1ヶ月後見かねた母親が元堺氏に救いの手を差し伸べる弁護士会の法律相談っていうのがあるんだよと言われてすぐに行ってみましたそしたら 担当の弁護士さんが即座にこう教えてくださったんだ。たくさん交通事故があるから、こういうケースは相場が決まっていて、100対0にはなりませんよ。確かにあなたが悪いんだけど、法的な過失は70%なんです。向こう、車が出てきた時の前方注意する義務に違反しているから30%悪い。相手の修理代50万円のうち、15万円は向こうの責任だから、 払うのは35万円でいいんですよ。それを恐る恐る相手の保険会社に伝えたところ、あっさりその通りに話がまとまって、それまでの人生で最大のピンチを救われて、弁護士の威力を感じました。こんなに困った人の役に立てる、弁護士ってかっこいいな。絶対、弁護士になろうと決意したんです。弁コムの創業経営者でもある、関連記事、元、坂井太一郎、僕の勝ち方。 1>, 1. 弁護士ドットコムを企業、所得の報道や経歴があり、生まれついての貴族みたいに勘違いしている人もいるんですが、全く違いますかっこ笑い。むしろ雑草魂で生きてきたタイプなんです。ここに来るまでの人生はピンチの連続で思い返すたびにヒヤリハットですよ。一歩間違えばどうなっていたかわからないなって、元、 堺市の最寄りの辻堂駅からバスで20分かかる湘南ライフタウン神奈川県にある羽沢団地というマンモス団地だ。父は慶応の大学院を卒業し大手電機メーカーで半導体の技術者を務めるいわゆるエリートサラリーマンでした。でも、あ、僕が着る服はいとこのお下がりばかりですし家族で外食をしたのも大流行していたファミコンも買ってもらえず。 今でも僕はゲームベタがコンプレックスです。かっこ笑い。親が中小企業の社長で近所の小建てに住む同級生の方明らかにお金回りが良く、あれ、なんかおかしいぞと感じていて。今考えれば3人の兄弟を大学まで出してくれたのですから。